はい、グッチョベイビーアイマーフィッシングチャンネル。はい、てなわけで今日は支笏湖にやってきました。ああ、昨日の週休の耐久ね。ああ、いや甘くねえな、ほんと人生甘くねえわ。あれ一応ね、ルアーとルアーローティングミノ、なんか店員さんはなんかこれがいいらしいんだよ、このカラーがいいっていうんで、まあ、やってみて、ここだ、カメラに映んねえか、これね、これ浮きふかせ、マグロで浮きふかせやってます。一応円筒用のなんだっけ、アキアジオの円筒の浮き使ってますね。まったく、そう、何もいねえか。朝なんかね、夜明けぐらいの時にね、なんか、チラッと、なんかブチャーって、ちょっと大きな何かが跳ねたんだけど、うん、それっきりだね。あとなんか倒木に引っかかったりとか、なんか、胸ぐらいまで使ってようやくこの仕掛け倒木から回収したりとか、なんか変なとこで俺命かけちゃったりましたね。うわそろそろな、やっぱなんかこういうなんか行楽日和みたいな日ってなんか魚釣れないらしいね。あ、本当だ、人の、でもまあいいや、簡単に釣れる釣りは面白くないと思うんだけど、釣れなかったら釣れなかったで本当つまんねえよな。こんな感じ、ほんとね、ま、一応マグロのコマセとマグロの切り身、切り落とし、これつけて、いやこれ餌取り替えようと思った時にバシャーって放ったんだよな。それから同じところに何回こうプカプカ浮かしても全然来なくてな。いやー支笏湖ハードル高えな、うん、いや毎週通おうとまでは思わんけど、まあ、また機会があったら行きたいなと思います。てかなんかさっき異様にでけえ足跡あったんだよな。なんかスキー靴みたいな跡あったけど、スキー靴なんだろうか。クマにしてはなんか肉球の跡がなかったんだよな。なんだったんだろう、推定40センチぐらいの足跡ぐらいあったんだけど、スキー靴かなんかかな、なんか人工物だよな。40センチの足にクマこの辺歩いてんのか、まあまあよくわかんないですけど、またお会いいたしましょい。またね。てか今日はもう歌も歌わなければダンスもしません。なんか虚しい。今日は虚しい。虚しいよー。バイバイ。